新三川鉄道株式会社は、かつて愛知県名古屋市において、軌道事業や路線バス事業を行っていた企業である。名古屋市の市電は、1898年に開業した私鉄の名古屋電気鉄道を前進とし、1922年に同社が有していた市内線を市営化したことで成立した。しかし、名古屋市内には、この名古屋電気鉄道とは別に、 路面電車を運営していた事業者もいくつか存在した。それらは昭和期に入って別途市営化され名古屋市電の一部となっている。この新三川鉄道もその一つである。新三川鉄道の前身の愛知馬車鉄道は飯田街道場を走る馬車鉄道を1908年に開業させた。1910年には早くも路線を境外な飯田街道から。 北側の振動経由に付け替えて電車化し、社名は、尾張電気軌道となり、愛称として、矢後と電車と呼ばれるようになった。昭和に入って、矢後と衣間の地方鉄道敷設を目指していた、新三河鉄道が、尾張電気軌道に興味を示すと、尾張電気軌道は矢後と電車と始めたばかりの、バス事業を新三河鉄道に売却し解散した。1937年には、 名古屋市に買収され、矢後と電車は名古屋市電の矢後と線となり、バスは名古屋市 A バスの一部となった。太平洋戦争中には、戦争による輸送量増加に伴う国士で軌道が荒廃していたことや、また、国鉄中央本線との平面交差が認められず、千早や線と分断されていたことから、トロリーバスへの転換も検討された。1944年には、 戦時体制による路線整理で、千早町、大久手間が撤去され、この区間は戦後復活しなかった。一方、今池、大久で屋後とは更新の上で残すことが決定し、1950年の循環東線整備後は今池経由で、名古屋駅前までの直通運転が行われるようになった。このうち今池、大久で安田車庫前は1974年の 自然全廃寺まで存続した。また、新三河鉄道が有していた免許は、親会社の三河鉄道を経て、名古屋鉄道に継承され、その後ヤゴから日清市、赤池までの区間については、名古屋市交通局の手で建設されることになった。1978年10月1日に、ヤゴ赤池間が、名古屋市営地下鉄鶴舞線として、 1979年7月29日には赤池、梅坪間が名鉄豊田線としてそれぞれ開業を見ている。路線データ1930年8月当時運行外用接続路線1937年3月に市営化時、新三川鉄道の電車12両と貨車6両が名古屋市に継承された。多くが市営化直後に廃車されたが一部は 数年間使用され続けた。新三河鉄道が保有していた電車は46人乗りの大型単車である。オープン列キ構造で扉はなく、屋根はダブルルーフを採用し、外観は名古屋市電の単車に類似していたがやや大型であった。前面窓は3枚、側面窓は8枚である。終電装置にはトロリーポールを使用していた。 市営化後の1937年9月27日付で6両が廃車され2両が秋保電気軌道へ売却された。比較的状態の良かった4両は16から19号に車両番号を変更されしばらく使用された。19号は戦後の1950年3月14日付で16から18号は1951年10月18日付で、 廃車されたという記録があるが、1941年度に定員46人の大型単車は消滅している。路線バス事業は、終わり電気軌道が名古屋市営バス創業より1年早い1929年1月に開始したものである。主要路線は、矢場町、矢後戸間、矢バ町古族間厚田駅、矢後戸間の3つで、その他に5つの連絡系統を運行していた。 なお、ほとんどの区間で名古屋市営バスが並行運転をしていた。市営化された際、40代のバスが名古屋市に引き継がれた。また、郊外バスの運行も行っており、やば町地流間の停留場名が記載された乗車券が残っている。ただし、郊外の路線は名古屋市に継承されていない。ありがとうございます。